はい、どうも、メンヘロジダンです。端的に言うと、会社に通報するぞっていうような、コメントがされたので、そこに対して、どうしようかなという動画でございます。で、以前、ミカベリーさんの方から、会社の方にですね、こういう理由で、ちょっとなんか、どうなんかと思いますという形で連絡が来てですね、で、そこに対して私自身もですね、それに該当する部分については削除させていただいて、で、今後とも気をつけますということで、動画投稿を続けているところでございます。で、その後にもですね、なんていうんですかね、訴えるとか通報するとか、いう話はちょこちょこ来てて、動画投稿をやめてたんですけれども、10月頃から再開して、今、登録者が今321人まで増えてきました。で、昨日の、お礼のですね、動画を投稿させてもらったところ、会社に通報しますっていう方がまたちょっと出てきましてですね。で、その方、マツケンさんって言うんですけども、どうやら、すいません、まだ、何で通報するのかっていうのをちょっと聞けてないんですけども、どうやら、私が、体調不良で有給休暇申請した時にですね、昼ちょっと寝起きざまに撮った動画が、その会社サボって動画投稿すんなよみたいなことを言ってはったコメントがあったんですけれども、それに、お返しはしてなかったんですよ。有給申請してるんだから別にいいかなと思ってて。で、ほっといて、今日に、会社に通報しますという形で連絡が入って、一応動画というか、そのコメントはスクショさせてもらってですね、いつでも一度警察にはちょっとお世話になってるんで、出せるような状況にはしてるんですけれども、その会社にですね、クレームを入れられた内容とかによっては、私の、危害が、私の方まで来る可能性もなきにしもあらずなので、一応、対応はしてますけれども、できればあんまりそういうことはしてもらいたくないですし、で、そういうことになるとですね、今見てくださってる、視聴者の方がだいぶ、増えてきた中でですね、そういうことをされてしまうと、せっかく動画楽しみにしてる方がですね、見れなくなってしまうというようなところなので、できればですね、会社報告っていうのはちょっとやめていただいてですね、もし気に入らない、動画があれば、消させていただきますので、ちょっとご勘弁願いたいなというところでございます。で、マツケさんのコメントを受けましてですね、おじさんの動画投稿のペースが、ひょっとしたら、不定期になるかもしれませんというところだけですね、補足で説明させてもらいます。今回に関しては、特に、動画内容が著しく悪いというようなものは私自身も思ってなくて、大体ニュースの切り抜きであったり、私の経験談もお話ししている。ないし、保険の話をしているというレベルのことですので、特段問題がないと思ってます。で、あと、強いて言うならば、お金をもらったり、アマゾンで欲しいものリストでもらったりということで、それが副業規定に当たるんじゃないかというところなんですけども、継続した業とはしてないというのが一点と、多分収入面で全然足らないんですよね。副業に当たるだけの収入でもないので、副業にも当たらないというところで、とにかく、何かしら、それでクレームないし報告入れられても、特段私の方に糾弾されることはないとは思ってます。強いてあげれば、体調不良で有給休暇申請したときに、動画上げてることに対してなんか怒ってはるというところを、消せよと。いうところだったり、体調不良で仕事休んでるのに YouTube なんか上げてんじゃねえよみたいなことだと思うんですけども、本当に、5分で撮れるようなもので、しかも寝起きで撮ったぐらいのものなので、ブログ感覚で上げてる、Vlog で上げてるものなので、そこを別に URL 筋合いってあんまないかなと思ってるんですね。ましてや、自分と同じ会社の人でなくて、圧倒的な第三者の方がですね、PTA 感覚で会社に報告されるっていうのはちょっと、心情がよくわからないんですけども、
特になんか犯罪めいたものをしているっていう認識もないのでですね、まあもし、そのなんだろう、何が違反してて、どういうところが言うたらあなたの就業規則に抵触しているとか、あなたが悪いとかっていうのがあればですね、また松木さん教えてもらえたらなというふうに思っているところでございます。で、まあ今動画を見ていただいている方はですね、そういった意味でもし、会社の方に報告が行って、まあ動画全部消せとか、あるいはアカウントチャンネルを閉鎖しろっていうことになったらですね、まあ動画が見れなくなる可能性があるので、その点はちょっとまた、まあご留意くださいというところでございます。本当に年末なんでね、何事もなく年越したいんですけれども、まあなんか会社に通報するということをまあ言うてきてはるんで、で私ちょっとやめてくださいとは言うてるんですけども、やめてくださいっていう形でコメントしたりとかですね、その、意図がよくわからないんで、もう単純に怖いんですけども、まあ、それに対する返信も特にないんで、ちょっと困ってますというところで、動画を終わらせていただきます。すいません、失礼します。